次に森谷隆君君。立憲民主社民の森谷隆でございますよろしくお願いをいたしますまずあの電動キックボードについてお聞きをしたいと思います7月の法改正以降この電動キックボードの違反が増加し後を絶ちませんまたあの先日死亡事故が発生しました 規制の見直しが必要と思いますが、えー、国のお考えをお聞かせください。警察庁長官官房小林審議官、お答えいたします。えー、特定小型電動機付き自転車は、えー、そのえー、あちょっとあ失礼しました。 失礼いたしました改正道路交通法により令和5年7月以降性能上の最高速度が自転車と同程度であるなど一定の基準を満たす車両に限り特定小型原動機付き自転車として運転免許を必要とせずに運転することができることとされております一方でいわゆる電動キックボード等のうち特定小型原動機付き自転車に該当しないものについては従来通り 一般原動機付き自転車等として、その運転に免許を必要とし、歩道走行もできないこととされております。委員ご指摘の、えー、死亡事故は、現在、送達中でありますが、一般原動機付き自転車に当たるものによる、えー、事故とみられると報告を受けております。 このように特定小型,小型原動機付き自転車に該当するか、それとも一般原動機付き自転車等に該当するかにより、適用される交通ルールが大きく異なっておりますが、まずはこのルールの周知徹底を図ることが重要であります。警察としては、引き続きこれらの小型モビリティについて、関係機関、団体等と連携した交通ルールの広報啓発、交通安全教育、悪質危険な交通違反、 えー、歩行者に危険を及ぼす恐れの高い交通違反に重点を置いた厳正な指導取締りを推進し関連する交通ルールの定着を図ってまいります森谷隆君あのな長かったんですけどあのそのようなです、ね、考え方とまた同じようなあの事故が私起こると思いますあの早急に考えていただきたいと思います、えー、12月1日、えー、岸田総理がドバイで開催されている COP28 に出席をし 日本の取り組みなどについて演説をしました。会議ではパリ協定の1.5度目標を実現に向け、世界の対策がどの程度進んでいるのか、評価する作業が初めて実施されると伺っています。世界の平均気温は、記録のある1850年以降で最も高くなることが確実になったと発表しました。イタリアで48.2度、オモロッコでは50.4度を観測しています。 現在、日本は先月の7日,7日にも各地で夏日となりました。東京都心では27.5度を観測し、100年前の記録を更新し、また年間夏日は143日目となりました。今後も地球沸騰化によって、まあ、このような状況が続くと思います。本日は特にこののの都市部の高温化の状況や 国の対策についてお伺いをしたいと思いますまずあのこのヒートアイランド現象とはまあどのようなことを指すのかお聞かせください気象庁大林長官お答え申し上げますヒートアイランド現象とは都市の気温が周囲よりも高くなる現象のことです気温の高い地域が都市を中心に島のような形に分布することからこのように呼ばれるようになりました 森谷隆君。えではあのこの大都市の平均気温というのは過去100年でどのくらい上昇しているのか、まあ夏冬そしてあの世界の平均気温についてもお聞かせください。大林長官。お答え申し上げます。えー、気象庁の1927年から2022年までの気温の観測の結果によれば、100年当たりの平均気温の上昇量は東京では夏は2.2度。 冬は四点二度、年間では三点三度、大阪では夏は二点ゼロ度、冬は二点六度、年間では二点六度。そして、名古屋では、夏は二点三度、冬は三点ゼロ度、年間では二点九度となっています。また、千八百九十一年から二千二十二年までの観測の結果によれば、世界の平均気温は、百年あたり、零点七四度、零点七四度上昇しております。 森谷隆君はいありがとうございますえっ、ー、とあの伺ったところによると日本の気温上昇が高いようなんですけれども主な原因は何でしょうか大林長官お答え申し上げます、えー、まず日本全体についてお答えいたしますと年平均気温は1898年から2022年の観測結果によると100年あたり1.3度上昇しております これは世界の年平均気温の上昇量である0.74度よりも高くなっておりますこの要因は日本が位置する北半球の中緯度は陸域が多く温まりやすいことなどから地球温暖化による影響を受けやすいことによるものと考えられますまた先ほど都市部の気温の上昇についてお答えいたしましたが人工的な構造物の影響により熱を蓄えやすくなったことや 多様な産業活動による人口排熱等によるヒートアイランドの減少を要因として。都市部においては、さらに気温の上昇が大きくなっております。森谷隆君。はい、えー、ありがとうございます。あの高層ビルがだいぶ建ってるんですけれども。この風の通りが変わったという、そういうこともあるんでしょうか。大林長官。えーっと。おー まあ、詳しくはああの分からないんですがあの、風の流入の変化というのも、要因の一つである可能性はあると思います森谷隆君、えっと。ではですね、この、まあ、気温がだいぶ上昇している、まあ、夜も熱が下がらない中で、そのことによってどのような影響を及ぼすのか、これについてお聞かせいただきたいと思います。 環境省大臣官房、上谷サイバーセキュリティ情報課審議官、はいえー、環境省が2020年に公表しました気候変動影響評価報告書によりますと、えー、気候変動による主に都市部への影響としましては、例えば、えー、気温上昇による熱中症リスクの増加、えー、短時間、強雨や渇水の頻度の増加、えー、強い台風の増加に伴うインフラライフラインへの被害、 などが予測されております谷隆君、はい、ありがとうございますすもでにただ暑いというだけではなくて、まあ、熱中症、まあ、健康被害が出ているということと、まあ、あの都市型の水害も多く、まあ、この間もあの国土交通委員会でいろいろ議論があったと思いますけど都市型の水災害なんかもあります。まあ、あの そういったことが指摘されているわけでありますけれども、このでは、今言われたその熱中症で,です、ね、この搬送された方や、えーまあ、亡くなってしまった方という方々、どのくらいいるんでしょうか、これについても教えていただきたいと思います。消消防防庁庁鈴木審議官お答え申しし上げます消防庁におきますにきては平成20年より 熱中症による救急搬送人員の調査を行っておりますこの調査によります、本年の5月から9月までの間の熱中症による救急搬送者数は9万1467人、このうち搬送時に医師により死亡と診断された方は107人となっております森谷隆君。 はい、いありがとうございます。えーまあ、9万1467人が搬送されて、107人が亡くなられたということですけれども、これはあのよく年配の方がですね、えー、就寝して、朝起きたときにもう亡くなってた、熱中症で亡くなってたというようなニュースがありますけれども、この人数というのは含まれてないんでしょうか。消防庁鈴木審議官、えっと 今の方はあの搬送されて医師により死亡と診断された方でございますので、あのその場で、えー、不搬送になった方はこの人数には入ってございません。森谷隆貴君。はい、ありがとうございます。じゃあさらにあのまあ増え,増えるということかと思います。えー、やっぱりそうそういったやっぱりあのヒートアイランド現象あるいは、えー、温暖化、えー、沸騰化の現象でまあそういった。 あの、健康的な被害あるいはもう亡くなる方もですね。あの出ているということで、まあの大変なことかなと。やっぱり真剣に考えていかなきゃならない。あの問題であることは間違いないとあの思います。えー、まあ、そういった中で、あの国の対策についてあのお聞かせをください、えー、今の状況等も踏まえて、えー、そしてえー、まあ。冬も。 まあ、3度、4度上がっているということでありますから、あのこの冬のです、ねえーまあ、雪の見通し等々も分かれば、これも聞かせていただきたいと思いますし、あの日本気象学会では、あのこういった、えーまあ、冬も暖かくなるとです、ねえー、大雪になる可能性も5倍ほど上がると、こういうふうなことも言われていると思うんですけど、そのことも含めて、あの冬のこの雪の状況も教えていただきたいと思いますよろししくお願いします。 上谷審議官、はいえー、まずあのヒートアイランド対策の柱についてご説明いいたします、えー、ヒートアイランド対策については、えー、国、地方公共団体、住民等の取り組みを適切に推進するため、平成16年3月、実施すべき具体の、えー、体系的な対策として、ヒートアイランド対策大綱を取りまとめております。 その後、平成25年にこの対抗の見直しを行いまして、1、人口排熱の低減、2、地表面被覆の改善、3、都市形態の改善、4、ライフスタイルの改善、5、人の健康への影響等を軽減する適応策の推進の5つを柱に、総合的なヒートアイランド対策を実施しております。 またヒートアイランド対策は気候変動による影響への適応策の一部に位置づけられるものであります気候変動適応法に基づき閣議決定した気候変動適応計画においても対抗の柱に沿った施策が盛り込まれております今後とも関係省庁と連携しつつ取り組んでまいります気象庁大林長官、えー、この冬の雪の見通しについてお答え申し上げます 今月12月から来年2月にかけては、日本付近では寒気の南下が弱い見込みで、気温については全国的に平年と比べて高く、雪については東日本、西日本の日本海側では少なく、北日本の日本海側では平年並みか少ない見込みです。冬を通しての全体的な降雪量は少ない見込みですが、一時的な寒気の強まりや低気圧の通過などにより、大雪になることがあります。 気象庁や各地の気象台が発表する最新の防災気象情報等に十分留意いただきたいと考えております。森谷隆君。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、国の対策、まあ、五つの柱を今、の、少し、えー、述べていただいたのかなと思ってるんですけれども。これ、あの、平成、まあ、二十五年に、改正をして、そ,その後ですね、えー。まあ、主だった取り組み、まあ、これをずっと続けていると思うんですけれども。お。 状況的に、まあ、なかなかここがこう変わったとか、それによってこういう効果が出てるとかっていうのは、なかなか判断難しいと思うんですけれども、少し時間が経っていますので、その辺のところ分かれば、ですねもう少し詳しく教えていただきたいと思います環境省大臣官房、神谷審議官。はいえー、と各あの施策の取り組みというのを、まあ、あの進めて、えー、ございます。えーとまああの 関係省庁、非常に多岐にわたりまして、ですね、あと都市を大きくまあ変えていくというようなことも必要な対策になりますので、あのすぐに取り組みを定量的に評価するというのは難しいでございますけれども、あの関係省庁の連絡会議等も設置して取り組んでおりますので、あのしっかり状況を今後ともフォローしながら報告できるようにいたしたいと思います。森谷隆君。すぐこう。 じゃあ2度下がったよとか、まあ、こういう数値は出ないと思うんですけども、平成25年から、まあえーまあ、10年ぐらいたってですね、えー、これまた見直しっていうのはあるんでしょうか。環境省大臣官房、神谷審議官。 えっと今、気候変動適用計画が、えー、ございまして、えー、その計画につきましては、ですね定期的な見直しを行うことになってございます。えーっと今,あのえー、今の計画が、ねえー、令和3年10月の計画でございますけれども、えー、こ,っちこれの、えー、見直し。 をおおむね5年間の計画ということで今後ともあの適宜進めてまいりたいと思います。森谷隆氏君、はい、丁寧にありがとうございます。えー、まあ各省庁でそれぞれやっていると思うんですけれども、この今あのお答えいただいたあの関教省ではあのこの CO2 の削減に向けてこのこの柱をですねあの読ませていただくと、この自動車からあの公共交通への転換 を促進すると、まあ、こういったことがまあ挙げられているんですけれども、これ、国交省でもですね、えー、こういったような、同じような取り組みというのはあるんでしょうか、国交省、よろしくお願いします国土交通省大臣官房、石原公共交通政策審議官。お答え申し上げます、えー。国土交通省におきましても、えー、国土交通省環境行動計画というものをあの策定しておりまして。 えー、この中で、あの公共交通機関のまあ利用促進を進めるとこういうふうにされているところでございます、えー。このために公共交通機関の利用意識の醸成、利便性向上などこのような施策に取り組んでいるところでございます。森谷隆君えっとマイカーから、えー、公共交通機関に、えー、まあ乗り換えるというようなこういった。えー もものでであるということでいいいううこんでしょうかそ,そういったあのこの CO2 削減の中でですね、えー、国交省が率先して、えー、この CO2 を削減するためにですね、えー、公共交通に乗り換えていくと、特に都市部、あるいは先ほどもあったように観光地なんかは、マイカーで混んでるわけですよ。この CO2 削減にに国交省が積極的に、えー 公共交通に乗り換えるというような、そういったあのものというのは打ち出しているんですか、もう一度あのお聞きいたします国土交通省大臣官房、石原審議官。お答え申し上げます。この計画の中では、あの転換というところを明確にあの打ち出しているわけではございませんけれども、うん、この今、委員ご指摘の地球温暖化対策ですとか、ヒートア,ンドヒートアイランド対策の観点からですね、 国民一人一人が自家用車から公共交通機関へ利用を切り替えていくということは極めて重要であるというふうに考えておりますし、この意識の転換を図るために、公共交通の利便性を一層向上させて、自家用車に近い使い勝手の良さを実現していくこのような観点でさまざまな施策を講じていると、こういうところでありま森大臣君。 あのお伺いいいしたいと思います、えーまあ、今、この間のやり取りあったんですけれどもお、2020年度データではです、ね、この運輸部門における CO2 排出量の全体のおー46%、8440万トンが自家用車から排出されています。えー、の現在の温室効果ガス、えー、これ2021年。 のデータだそうですけれども20.3%削減されるとあ削減しているとこういうふうに伺っています2030年目標まで、まあ、あの残り26%ほどですね、削減が必要ですあの積極的にあの小さいことかもしれませんけれども自家用車からこの CO2 の排出量の少ない公共交通へ乗り換えて 観光地だとか、市街地、あるいは生活道路、そして高速道路も最近すごい私混んでると思うんですけれども、この渋滞をなくす、CO2 を削減する、まあ、このことが経済損失、今、渋滞していれば経済損失しているわけですよね、まあ、そういったことを真剣に考えるあの一人一人がです、ねあの、時期に来てると私、あの思います。 地球温暖化、ヒートアイランド対策については、あの国土強靭化等、そういったハード面などの予算も含めてあの、取り組みが行われています、これも大事だと思いますけれども、<laughs> ソフト面での対策について、なかなか進んでないなと、このやり取りの中でも私、感じました。こういった取り組み、ソフト面の取り組み、あるいは一人一人のです、ね、行動変容の必要性、 これについて、あの大臣、あの一言、あのまあ、コメントというか、大臣の思いを聞かせていただきたいと思います、よろしくお願いします斉藤国土交通大臣、はい、あの森谷委員ご指摘のように、あのまあゼロエミッションの車を作るとか、そういうハード面、これも非常に大切ですが、と同時に、我々国民生活の中で、まあ、どのようにこの CO2 排出を図っていくか。例えば 公共交通機関を使っていく、また物流においては、モーダルシフトを進めていくという、そのソフト面が非常にこれから大きな課題になってくると思います。まれ、あ、わ国土交通省、そのソフト面での対応、国民の行動変容を行っていく、促していくということで、全力を挙げていきたいと思います森谷隆君。大臣よろしししくお願いいままますす終わりますありあがとうございました